やっぱりそうなんだ。 どうして言ってくれなかったの？ みっともなくないよ。 見せたんでしょ？みっともないところ。半分当てずっぽう。でもやっぱ話してたんだ。 元体育会系の水瀬葵くん、ハバネさんを思いとどまらせるために大親友の私にも言えないようなことを打ち明けたと。 ねえ、アオイ、 ハバネさんと付き合ってるの？ いっつも一緒にいるし、そう見えなくもないんだけど、もし付き合ってるのに秘密にされてるんだったら、なんか気まずいし、引け目感じちゃって言いづらいから、ソアリング部やめちゃおっかな。じゃあ好きなの？ ハバネさんとはただのお友達だと。今一番仲のいいね。ああ、私が葵の一等親友だったのはもう過去の話か。 葵の一番の親友であることはとても特別なことなの。だって小さい頃からそうだったんだから、一番かそうじゃないかは大きいよ。一番なら怪我のことも話してくれてたよ、きっと。間接キスで照れないやつが何を言うかね。 もしかして女扱いされてませんか？
いっそ付き合っちゃえばいいのに。そしたら私が一番の親友に返り咲き。ハバネさん、怒ってたんじゃない？私が急にこんなことになって。嘘、本当に？それは生で聞きたかったな。アマネ先輩が？うん、ありがとだけど、この後ちょっと用事があってね。ううん、ちょっちラブレターもらっちゃってね。その返事しなきゃいけないの。いいねいいね、その顔。幼馴染が他の誰かに取られちゃうって心配になった？ジッタ、私の気持ちも分かったろ。さーて、それは話を聞いてみないと。ありゃりゃ、意外と私愛されてる？待たせたわね。うんうん、今来たとこ。なんちゃって。びっくりしたよ、朝来たら机の中にラブレターが入ってるんだもん。ラブレター？あれ違うの？私告白されちゃうと思ってドキドキして待ってたんだけど。そうよ、マジ。姫木さんは私のこと嫌ってるのは知ってる。は？私のこと目障りだって言うなら出ていくわ。一緒だけどないと翼が完成しない、飛べない。アマネちゃんは
ずっと頑張ってきたのよ、イスカとの約束を果たすために。それが何なのかいまいちよくわかんないけど、けどでも、とにかくアマネちゃんが飛べないのはかわいそうでしょって言ってんの。いや、そこで私に逆ギレされても。もし私が目障りなんだったら今すぐ辞める、いなくなる、学校だって辞めちゃってもいい。その代わりソアリング部に残ってほしいの。ハバネさん、お願い。やだ。なんでよ。だって私ハバネさんのこと嫌いじゃないもん。それをまあ時々ムカつく。ムカ。私が残るとハバネさんが辞めるって言うなら、そんなのお断りよ。じゃあどうすりゃいいのよ。ハバネさんは残って翼を作る、私はそのお手伝いをする。だからそれができないから困ってんでしょ。ハバネさんこそ私のこと嫌い？え？目障りだって思ってる？思ってないわ。そんなのそりゃ時々うざなんでもない。今うざいって言おうとしたね。してない。私あなたのこと前ほど嫌いじゃないわ。今は好きよ。私ってほら素直じゃないでしょ。ないのよ素直じゃ。そういう時はチョップしていいから、痛くないと覚えないから。私しろって言うから。素直じゃないとき、何でもないときにチョップするのは暴力。オーケー、覚えた。この町で育った連中はみんな暴力的なのかしら。ねえ、なんだっけ？ソアリング部の話。そっかそっか、じゃあ行こっか。え、どこへ？みんなのところ。ちょっとした提案があるんだ。チース！チース！あ！どうしたんだアゲハ、ロボット部に行かなくていいのか？お話ししたいことがあって。さあ、がどうたらって。あ、先輩、引退の話聞きました。時間がもうですよね。うん。私は先日お話しした通り、ロボット部に専念しなくちゃいけません。今日から大会出場に向けて最後の仕上げにかかる。部活延長届で作業できる20時ギリギリまで多分残らなきゃいけないと思います。それじゃロボット部に行った後に顔出すことできないじゃない。